経営戦略大学のナンバーワン系の西村健二ですちょっと今喉が疲れてしまいました。実は5月から長年使っていた東京戦略社長大学という名前を変えて東京経営戦略大学という名前にしました。また戦略社長事務という名前もやめようとしています。それは事務というのはもともとは経営者のための戦略トレーニング事務という名前で付けたんですが、ドラッガー曰く自ら陳腐化させるということでその事務という名前を陳腐化させてしまいたいと思います。というのは事務という名前ではお客様にあまりアピールしないということはよくわかりました。でお客様の方から、ゼミと呼んでいただいているんで、まあ、東京経営戦略大学という名前も使っていますので、ゼミの方は、全般的にトータルなイメージが合ってくると思うので、そのような名前にしようと、決めました。まあお客様にとっては正直大したことないか分かりませんが、そのような統一性やあるいは自ら陳腐化させるかということも大切なことだと思っています。これ玄関で撮影してるんで照明が勝手に自動的についたり消えたりしております。以上です。